銀座にあるディオールのカフェに行ってきました。なんとこんなおしゃれなビルの中が全てディオールなんです。心ときめく店内に今からワクワクします。こちらがディオールの銀座本店になります。素敵すぎて思わず見上げちゃいました。きらびやかなウィンドウに感動しつつビルの4階に上がっていきます。素敵なピンクのパッチワークの壁が可愛くお出迎えしてくれました。店内は明るく柔らかいライトで優しい雰囲気です。そしてカウンターやコーナー席などどの席もすごく可愛らしくディオールのチェックや千鳥格子で統一されていました。見ているだけでワクワクする店内です。ピンクのお皿にときめきつつメニューを開きます。アフタヌーンティーもありますが今回選んだメニューはこちら。撮影できていなかったので公式画像からになります。まずはラテアート付きのコーヒーを頼みました。アートは4種類から選ぶことができます。今回はクリスチャン・ディオールのマークとディオールスターにしてもらいました。こちらはプロフィトール・ア・ラ・フランボワーズです。小さなシューの中はラズベリーのシャーベットになっています。新鮮なラズベリーやコンビチュールと一緒に食べます。甘酸っぱくてひんやりと冷たくてとっても美味しかったです。こちらはタルトフィーヌ・オ・ポム。インパクトのある上の金色はなんとバニラアイスなんです。金箔で覆われているバニラアイスクリームはコク深くてすごく美味しいんです。その下のリンゴの薄焼きタルトも絶品でもっと食べたかったです。レジカウンターの上にはとても可愛らしい額縁が飾られていました。お土産のマカロンにもディオールのマークが刻印されていました。そしてテーブルウェアショップも併設されていました。このようにディオールの食器たちが美しくディスプレイされていました。レストルームにはディオールメゾンのハンドソープがあり嬉しかったです。ラデュレさんとの繊細なコラボにとても幸せな気分になれました。それでは最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。